今月20日からカタールで行われるサッカーワールドカップの日本代表メンバーが今日発表されましたが、南薩摩市出身 J リーグヴィッセル神戸の大迫勇也選手は残念ながら代表メンバーに選ばれませんでした。日本代表メンバーの発表は今日午後2時から東京で行われました。ベスト8以上を目標に掲げる森保一監督が26人のメンバーの名前を読み上げましたが、その中に大迫選手の名前はありませんでした。このことについて報道陣から問われた森保監督は、ワールドカップでの戦い方をいろいろ想定した結果、今回のメンバー選考になったと前置きした上で次のように述べました。今回選んだ選手と同等の力を持っていると、また日本のために戦うという気持ちを、持ち続けていてもらえたらなと。一方、大迫勇也選手の母校鹿児島城西高校では、大画面の前ではサッカー部の後輩の選手たちやチアリーダーの選手たちが発表の瞬間を待ちわびています。メンバー発表を見守ろうと集まったのはサッカー部の 2,3 年生の生徒らおよそ30人です。メンバー発表が始まると会場は緊張感に包まれ、選手の名前が次々と呼ばれていくたびに緊張感は増していきます。しかし最後まで大迫選手の名前が呼ばれることはなく、会場は静まり返りました。これがやっぱり難しさかなと、代表への難しさだし、まあ、これがまた代表の価値でもあるのかなというふうな思いがしています。代表でもう一度世界で戦ってほしいなという気持ちはありましたけど、ちょっとそれが叶わなくて残念に思っています。はい、憧れであり、自分たちが目標としないといけない選手なので、プレー面だったりとか、まあ、試合の中でも精神面的に声出しているシチュエーションだったりとかをたくさん見てきたので、本当に選ばれなくて残念です。